16父は時々上ことを言うようになった乃木大将にすまない実に面目次第がないいえ私もうすぐお後からこんな言葉をひょいひょいたした母は気味を悪かったなるべくみんなを枕元へ集めておきたがった気の確かな時はしきりに寂しがる病人にも それが希望らしく見えた。ことに、部屋の内を見回して母の影が見えないと、父は必ず、おみつはと聞いた。聞かないでも、目がそれを物語っていた。私はよく立って、母を呼びに行った。何か御用ですかと、母が仕掛けた用をそのままにしておいて病室へ来ると、父はただ母の顔を見つめるだけで、 何も言わないことがあったそうかと思うとまるでかけ離れた話をした突然「おみつお前にもいろいろ世話になったね」などと優しい言葉を出す時もあった母はそういう言葉の前にきっと涙ぐんだそうした後ではまたきっと丈夫であった昔の父をその対象として思い出すらしかった あんなあれっぽいことを言いだがね、あれでもとはずいぶんひどかったんだよ。母は父のためにほうきで背中をどやされたときのことなどを話した。今まで何べんもそれを聞かされた私と兄はいつもとはまるで違った気分で母の言葉を父の形見のように耳へ受け入れた。父は自分の目の前に薄暗く映る死の影を眺めながら、 まだ遺言らしいものを口に出さなかった。今のうちに何か聞いておく必要はないかな。と、兄が私の顔を見た。そうだなぁ。と、私は答えた。私はこちらから進んでそんなことを持ち出すのも病人のためによしあしだと考えていた。二人は決しかねて、ついにおじに相談をかけた。おじも首を傾けた。 言いたいことがあるのに言わないで死ぬのも残念だろうしと言ってこっちから催促するのも悪いかもしれず話はとうとうぐずぐずになってしまったそのうちに昏睡が来た例の通り何も知らない母はそれをただの眠りと思い違えてかえって喜んだまあああして楽に寝られれば旗にいる者も,も助かりますと言った 父は時々目を開けて、誰はどうしたなどと突然聞いた。その誰はついさっきまでそこに座っていた人の名に限られていた。父の意識には暗いところと明るいところとできて、その明るいところだけが闇を縫う白い糸のように、ある距離を置いて連続するように見えた。母が昏睡状態を普通の眠りと取り違えたのも無理はなかった。 そのうち舌がだんだんんつれてきた何か言い出しても尻が不明瞭に終わるために要領を得ないでしまうことが多くあったそのくせ話し始めるときは既得の病人とは思われないほど強い声を出した我々はもとより普段以上に調子を張り上げて耳元へ口を寄せるようにしなければならなかった頭を冷やすといい心持ちですか うん。私は看護婦を相手に父の水枕を取り替えてそれから新しい氷を入れた氷のを頭の上へ乗せたガサガサに割られてとがりきった氷の破片が袋の中で落ち着く間私は父の剥げ上がった額の外れでそれを柔らかに押えていたその時兄が廊下自体に入ってきて一通の郵便を無言のまま私の手に渡した 空いた方の左手を出して、その郵便を受け取った私はすぐ不審を起こした。それは普通の手紙に比べると、よほど目方の重いものであった。波の上袋にも入れてなかった。また波の上袋に入れられべき分量でもなかった。半紙で包んで、封じ目を丁寧に糊で貼り付けてあった。私はそれを兄の手から受け取ったとき。 すぐその書き留めであることに気がついた。裏を返してみると、そこに先生の名が慎んだ字で書いてあった。手の離せない私はすぐ封を切るわけにいかないので、ちょっとそれを懐に差し込んだ。